問題はセセカカンンドドんですよねセカンドいっぱだからあの長田にしても細川にしても、はい、まあ,ある程度、ね、打つ方がある程度打てるような見込みで取ってきてるわけじゃん、はい、で細川もああいう結果出たけどもこうすると手な時にみんなちょっと足が止まってしまうところに打順になった時に困るなっていうのを感じるんだけど、はい、やっぱある程度足も使える人も使いたいじゃん。 そうですねそうなってくると、うん、そうなってくるとセカンドは足が使えて回れるやつだろ田中が今上がってきてこれから出るだろうけども、まあ、田中がどうやるぐらいやってくれるかっていうのもありますけどね、うん、そ,うそうすると去年ちょこっとやった福永とかこの村松とかっていうのにある程度